サブチャンネル日曜日のポンスくん。今日のポンスくんはトイストーリー4を着ています。パパもくれ、パパくれ、パパもいます。パパくれ、さあ行きましょう。ワンワン、ワンワンですね。ポンスくんは最近いろんなものに対してこれ何？これ何？と言うようになってきましたね。あれは？あれは？といろんなものをなんだか知りたくなってきたみたいです。気をつけてね。今日来た公園はおなじみ世田谷公園、私も大好きな場所です。日曜日は多くの人でにぎわっていますね。気持ちかわいい、大きいね、かわいいね、全然怖がらないね。ありがとうございます。日曜日には屋台も多く出ています。ここでランチをしながら家族のひとときを過ごす方が多いみたいですね。ポンスくん、今日は汽車に乗りますか？行こう、汽車に乗りに行こう。お、何、何がいた？ミニオンです。あ、ミニオンを見つけたんですね。わー、なんでや。ここにはいろいろなお菓子が売っています。なのでいつもここに釘付けです。どれがいいですか？フルーツシャボン玉だって。どうしてアイスいか？アイスいかがですか？うん。調子いいよ。ねえ。なんかシャボン玉やってみる？シャボン玉買ってやってみる？うん。じゃあどれがいい？シャボン玉。あんま。どれがいい？ぶどう？ぶどうのシャボン玉にする？これする。どれにする？これ。どれどれ？これ。それはうまい棒でしょ？ポンスくんは自由に駆け回っています。それでは次の場所に移動してみましょう。はい、今度はポンスくん汽車に移動したいと言い始めましたので、汽車までおんぶで移動しています。イエーイイエーイ。世田谷公園はとても広いのでお母さんの運動にもなります。すごくグローバルな公園です。ここは海外の方もかなり利用している感じですので、ここで遊びたいの？うん、ここで遊びたいみたいです。はい、どうぞ。そう、濡れちゃうからね。それではここでしばらく遊びたいと思います。ポンさん、汽車のところにやってきました。汽車？ママは嫌な予感がしています。今日は汽車がお休みな気がしてきました。どうしてでしょうか？今日は日曜日です。お休みのはずはないんですがね。ん？並んでたら乗れるかも。ん？並んでたら乗れるかも。ん？汽車乗る？汽車乗る？乗る人いない。よし、乗るか。ポンス君はいつもこの汽車に乗って旅をしています。旅芸人ですね。はい、やっと順番が来ました。楽しみだね。これじゃあ駅員さんにどうぞってしてね。どうぞ。お願いします。うん、順番にね。ありがとう。はい、お利口さん、パッチン。はい、いってらっしゃいませ。よし、ありがとうございます。やっと乗れますね。走っている時は危ないので立ち上がらないでください。では出発します。はい、はい、こうだよ。
出発進行。ちょっとさっき休みました。わー気持ちいいな、すごい気持ちいい天気が。あーまた最高、楽しい、イエーイイエーイ。あ、到着ですよ、到着です。終わっちゃった、到着です。はい、おしまい。さあ戻ろうか、ご飯のとこに戻って帰ります。というわけで今日の世田谷の旅はこれで終わりです。それじゃあまたね、バイバーイステップでした、芝居じゃありません皆さんはいつからこの人が芝居でないということに気づきましたか？それとも最後まで気づきませんでしたか？皆さんの日頃の中にも気づいていないようで、いろいろな変化が起こっているかもしれません。それでは、さようなら。ドゥルドゥルドゥン、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 キモキモ。